フォードプリフェクトは、イギリスフォードが1938年から1961年にかけて生産した小型車である。1938年、それまでのベビーフォード 7Y の後継車として登場。生産は SX のダゲナム工場。E39A 型はそれ以前の設計を踏襲したフレーム付きだったが、1953年、 以降のモデルはそれまでの旧式なスタイルから一新、モダンなサンボックスセダンスタイルとなり、ポピュラー、アングリアの上級版兄弟車という位置づけで、英国フォードの低価格クラスを担う主力車種として、シェア獲得に貢献した。兄弟車同様、軽量ボディと扱いやすい磁気4エンジン、平凡堅実で改造予知の大きい構造により、イギリスで盛んであったアマチュアの モータースポーツ愛好者たちから改造ベースとして広く利用された。フォードプリーフェクト E93A アンバーのターンシグナルレンズは後付け品1950カナディアンディストリビューションブリティッシュフォードプリーフェクトフォードプリーフェクト E493A フォード車として初めてデトロイト以外で開発されたモデルである。もっとも基本構造自体は初期の EA39 7Y をわずかに改良した程度であり、前後とも横リーフスプリングと機械式ブレーキを装備した、戦前フォード流の保守的設計が継続されていた。イギリス市場に特化して、ボア系と気筒数で規定されるというイギリス独特のバリ勢において、有利なロングストローク 1172cc のサイドバルブ4気筒エンジンを搭載、頑丈さと、 シンプルさによる耐久性が長所であった。6ボルト電源のバッテリーがスターターモーターを回せないほど電圧低下した場合、クランクハンドルでもエンジン始動ができるようになっていた。なお、第二次世界大戦中の1941年から1945年にかけては軍需生産のためプリフェクトを含む一般向け乗用車の生産が中断されている。 戦後もしばらくは、わずかなデザイン変更のマイナーチェンジのみで生産を継続した。フォードプリフェクト 100EC インザ UK 終戦後、小型車はもとより、大型車も1930年代後期の設計の V 型8気筒車、パイロットを生産し続けた英国フォードであったが、1950年に中級クラスの4気筒、コンサル6気筒、ゼファーの 兄弟モデルを発表した。両モデルにおけるオフの新型エンジンとモノコック構造の合理的なポンツーンボディ、そして当時最新鋭のマクファーソンストラット独立喧嘩による前輪独立喧嘩導入は、それまで英国民族資本各社以上に保守的であった英国報道者のイメージを一変させた。コンサルセファーの成果を取り入れる形で、 プリフェクトとアングリアについても1953年に至り大幅に改良された完全戦後型モデルが登場する。旧式のセパレートフレームからモダンなポンツーン型モノコック構造となり、サスペンションもフロントがコイルによるマクファーソンストラット独立喧嘩に変更された。ブレーキはガーリング製の油圧ブレーキによる四輪、ドラム式に進化し、市場競争力を確保した。 しかし、1172cc の時期4エンジンは、在来型改良の旧式 SV のままであった。プリフェクトは、アングリアの4ドア版という位置づけであったが、前後の衣装も違っていた。最後のプリフェクトで、100E の4ドアボディに1959年発表の、新アングリア 105E 用、超オーバースクエア4気筒オフ 1000cc エンジンと4速ギアボックスを搭載した。 プリフェクト唯一のオフモデル。新型のアングリアに4ドア仕様のボディが用意されなかったため、在来ボディを流用して作られたカト的モデルで、同時に1959年までの旧ポピュラー用エンジンを 100EK ボディに乗せ替えた新しいポピュラーも併売された。後継者であるコーティナがデビューするまで生産された。プリフェクトはイギリス以外にもオーストラリア、ニュージーランド、アルゼンチン、 カナダなどでも販売された。オーストラリアでは現地生産も行われ、独自のウルテボディも存在した。カナダ向けは左ハンドルである。また、ラトビア共和国でもホードベイロックスジュニアとしてライセンス生産された。ありがとうございます。